どうも皆さんこんにちは、北原理恵です。北原です、お邪魔します。いやお久しぶりです、ね、りのちゃん。でも久しぶりではないよね。あ、久しぶりではないです、ね、YouTube は久しぶりだけど、う、うん、この間1ヶ月前くらいかな。あ、ルセラだ、ルセラで。あ、そうだそうだ、イエーイ。りのちゃん聞いてください。まず、はい、今日の私いつもと何が違うでしょう。うわ、やばい、めんどくさ彼女クイズだ、どうしよう。え、待って、赤いラインを引いてる。あー、最近引いてます。待って、何系。あの、りのちゃんに関わることです。え、私。はい。え、カラコン。あ、正解。これ、本当だね、ありがとう。珍しいね。そうなんです、グレー系。これは、なんだっけな、あ、アメジストみたいな。アメジストだ、超似合う、ピンクね、嬉しいです、はい、皆さんもぜひつけてみてください。というわけで、はい、今日は、まあ、カラコンつけてるわけなんですけれども、うん、なんと、うん、りのちゃん聞いてください、うん、この度、うん、私のピタリエカレーがなんとレトルトカレーとして商品化することになりまして。すごい、モンコ先生やん、やってること。カレーのカレーのね。ここまで話題になってたらファンの人も食べたいよね。なんかついてる、うん、ついてる、猫の毛、猫の毛、かわいい。くだらね。なんかやっと、ファンの方にも届けられる機会ができたということで、うんうん、この動画が出る頃には販売期間中。あ、もう売ってるんだ。はい、じゃあ、なんですけど、うん、ある程度の数いかないとここまで走り出してるのに売ることができないっていう。え、売りだ、え、売ってるんでしょ。でももう今欲しいって言ってる人、受注期間中。受注何個なの。言うんですよ。ごめんね、まだ登場してないのにめちゃめちゃ出して。もう目の前にあるとバレバレなんですけど。今日は、そっか、じゃあ私の食リポ力で、はい、そうなんです。りのちゃんの食リポ力に、まあ、おんぶに抱っこで、まあ、りのちゃんには今まで結構食べてきてもらってるから、うん、食べてる。確かにレトルトと本物のキタリエカレーの差は私は分かってるはず。だからそれが美味しく再現できてるかっていうのを今日はちょっと食べてもらおうかなっていう。楽しみ。はい、よいしょ、嬉しい。こちらになります。美味しそう。写真撮ろう。あ、美味しそう。美味しそう。いただきます。まあ、そもそもね、いい匂い、香りがめっちゃいいです。じゃあ私はちょっと酢なんで、まずはルーから一口。すごい、ラーメンも汁からいくタイプだ。うん、どうですか。あ、美味しいね。ほんと。うん、あ、なんかさ、クミン感すごくない。あー、いや、でももちろん使っておりますので。ちゃんと嘘のキーマカレーじゃなくて、はい、本当にスパイスキーマカレーになってる、うん、嬉しい。うん、めっちゃ美味しい。嬉しい。これほんと普通に作ったみたい、レトルトじゃない。あ、言われて一番嬉しい言葉が出ました。ちょっとやかましいけど、スパイスの香りもちゃんと残ってて、かつ、うん、スパイスカレーあんまり得意じゃないんだよねって人も入り込みやすい感じがする。だから普通にりえちゃんのファンでカレーとかっていうよりもって人にもいいよね、なんか。嬉しい。うまっ、よかった。あ、めっちゃいい例え。めっめっちゃ美味しい焼肉屋の締めカレー。嬉しい、それ。なぜなんだろう、うまい。それは嬉しい。肉感が残っているということじゃないですか、うんうん、だからだと思う。うん、あたすも買います。あ、本当ですか。うん、美味しい、本当に美味しい。嬉しい、ありがとうございます。すごい、こんなクオリティになるんだね。ね、すごいよね。うん、すごいと思う、普通に。うん、そう、結構合ってるじゃないですか、うんうんうん、最近も、うん、でもこの1ヶ月でめっちゃお腹出たね。私も思った、大きくなったね、絶対に。だよね、この間まで妊婦と思えなかったもん。そうなんですよ、見てください。うわぁ、触ってもいい、うん、うわぁ、すごい。うわ、すごい、めっちゃいる、いるでしょ。いる。お疲れ様です。もうちょっとだね。そうなんです。頑張って。ありがとう。変化ありました。なんか変化、あ、でもまだお腹めっちゃ大きくなったけど、そんなに重くはないかな。そうだね。でももう5キロくらい増えたんで。すっ
だってうちらさ体重さ、うん、ここから上は増えないの人だったじゃん。うん、確かに。だから初の、あの大台に。そうだよね、乗りました。この数字を初めて見るっていう。うわー、乗りました。想像できますよ。いやだからすごい、それは不思議ですね、うん、名前も決めた。最近ちょっとこれかなっていうのが。それできて、ちょっと打って。あ、OK、まだ決定じゃないんだけど、仮ね、第一候補みたいな。じゃあ仮押さえの名前がこれです。なんか濃くていいと思う、うん、嬉しい。すごい。なんかさ、みんながさ、どんどんさ、みーちゃんもそうだし、りえちゃんもそうだしさ、うん、周りの仲良かった子たち、しーちゃんもそうだし、うん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 、どんどんさ、発表していくじゃん、いろんなことを。そうだね、結構。なんか今日さ、私朝っぱらからさ、皮膚科2軒行ってさ、うん、こうやってカレー食べてさ、何してんのということで、皮膚科2軒行ったんだから、美容皮膚科行って、また美容皮膚科行って。何してんの？でも、いや、だって肌めっちゃ綺麗だよ。思ったのよ。会った時から肌綺麗やなって。そんなのこと言うと、昨日美容皮膚科で、毎日美容皮膚科行ったし、何するの？もう嫌だよ。毎日する。本当だよね。私も何してんのかよくわかんない。よくわかんないけど、毎日美容皮膚科に行ったよ。ね、ボーイフレンド見ました。見ました、当たり前やん。ね、見ました。やっと最終回まで行きました。面白くない？最高。しかも聞いて、昨日ね、うん、本当に昨日、うん、え、大春が2人で YouTube やってるの知ってる？知ってる？早い。見てるね、決まってるよ。もう見てる。不機嫌にちょっとなっちゃうやつね。え、そうそう、可愛かったよね。てか私、現世見てんだから、現世さん。え、どういうこと？表参道。表参道。誰？表参道。現世くん。え、すごい。表参道ヒルズが出て、現世さんが通ったの。で、私、はっ、現世さんだと思ったけど、急に私が話しかけてさ、あ、マシアですみたいな、えみたいなのもちょっとかわいそうだなと思って、こうやって見といた。キティちゃんつけてた。え、かわいい。かわいいない、ほんまに。かわいい。さすが、もう見てました。うん、母になったら感想変わるんじゃん、レンリアも。いや、それは結婚したら変わるかもしれない。そうか、そうか。なんかでも確かに、ちょっとボーイフレンド見たときは、うん、自分の子供がこう、あ、そう、確かに自分の子供がこうだったらっていうさ、こうっていうのはいろんなパターンに当てはめて考えるんですよ、うんうんうん、私はないじゃん、正直まだ。それは確かに、ボーイフレンド見てる時に初めて思った。そっかそっかそっか。なるべくその子にとっていい対応をしてあげたい、ね、そう、してあげたいってなった時に、やっぱボーイフレンドの中でもさ、その親にカミングアウトをした瞬間の話し合いみたいになった時に、みんなの親はすごい素敵だったじゃないですか、うんうん、素敵だった、うんうん、ちゃんと自分がそういう反応をしてあげられるのかなとか、うん、母だね。 そこでちょっと確かに母目線に、なった瞬間がありました。うんうんうん、私最近高校生クイズの MC をして、うん、で高校生クイズってさ、高校生が一生懸命クイズ答えるわけじゃん、うん、私ゲロ泣きしてちょっと泣いてたわ。正直本人たちより泣いてたんじゃないかぐらい、ちょっとめちゃくちゃ泣いたわけよ、うん、いや、わかるわかる。でもこれってさ、親になったらもっと泣くよね、きっと。いやー、確かに。いや、でもね、もうすでに泣けるよね。うん、こうてかもう30代になってから何でも泣ける。わかる。超無敵クラスも泣ける。あ、そう、無敵クラスで高校生クイズやってんの。あ、なるほどね。もう本当にプッて押されたぐらいもうスッパって泣ける。何なんだろうね、あれって。本当にね、若い子が頑張ってたりとか、若い子が悲しい思い、苦しい思い、嬉しい泣きとか、もう全部泣けるのよ。全部泣ける、本当に。もう親になったらよりそうなんだろうけど、うん、もう30超えたってか、20代後半だからもう涙腺ばっかばか。無敵クラスのせいっていう番組やってるんですけど、その中でなんか私が髪の毛切った時誰も気づいてくれなかったみたいなボケエピソードみたいなちょろっと喋った時に、うん、みんなが、みたいなしてて、でこの間会った時私髪切ってたのよ、うん、したらみんなが指原さん髪かわいいですとか言ってきて、なんかその先生みたいな、私が本当に先生じゃんと思って、先生髪切ってていいねみたいな感じだと思って、私本当にその時に、あ、マジ31なんだなって思った。マジ31なんだ。なんかさ、あんまさ25くらいのマインドじゃん。いや、わかるわかるね、うん、その若い子とご飯食べた時に、もちろん20代のね、うん、何してんの普段って言ったら、うん、YouTube でコムドット見てますって言われた時に、
そっか、YouTube でコムドット見る世代かと思って、そうなった時に、なんか私がもう本当におばさんっていうか、うん、まあ、私も中町あやちゃんとかギリ見てんだけど、いいの、見てるんだけど、誰でも見ていいんだけど、見てるし、野菜も食べてみたいなと思ってるけど、でもやっぱりその、世代間ギャップ。いや、あるよね。うん。今本当に日々生きてて感じる。わかるわあ、でも私そうだ、地方組のみんなに買ってほしい出産祝い、うん、あ、いいよ、なんかもう最近多いんだよな、そういうの。私最近抱っこひも、え、抱っこひもってさ、ひもひも20代前半ひも何それいいよ、うん、抱っこひも欲しい、うん、ってさ、抱っこひも絶対使うよね。だって、ていうかさ、これめっちゃいいんですけど、うん、外しちゃった、ついで乗り換えです。ちょっと待って、何ですかそれは。めっちゃいい、ついにこないもんだ。めっちゃいい。それなんですか、うん、携帯スタンド、あれ一回新しいのしたらもう開かなくなっちゃって、硬すぎて、うんうん、なんだよって思ってたらこれが届いてそれ何、なんかかっこいいスパイダーマンみたいだね。かっこいいよね、そう、これにしたわけな。でも確かにそれ何が良さそうって、指はめれますよね。 あ、そうそうそう、うん、それめっちゃいいな。あと軽そう。ここに持ってどこのやつさ、軽い、めっちゃ軽い。でも今どこの抱っこ紐にしようか、めっちゃ YouTube 見て。あ、じゃあまだね、言ってください、決まったら。ありがとうございます、嬉しい。そんと、シュース、もうお祝いラッシュですよそうだよね、最近多いよね、今年本当になんか多い気がする、うん、一つしに行こうかな、産んでる最中に最中に絶対行く、当日に。当日はちょっと当日に行こうなんかやったの、ケーキみたいな。あ、ジェンダーなんかリビールやってなくて、あ、でも私ヒデさんは性別がエコーで初めて分かった時に一緒に行っちゃってて、偶然。そうじゃん。だから私バズさんにしようかなと思ってて、せっかくだからバズさんとこのキタリエチャンネルの視聴者さんに向けてジェンダーリビューやるの。確かにそうだね、そうだね。バズさんの結婚式もあるしね、楽しみだ。そうなん、あ、そうだね、本当だね、確かにヒデちゃんの周り、うん、うん、お祝い何がいいですか。多いね、お祝い、うん、え、マジで何でもいいですよ。マジで何でも、予算度外し、車マジ度外し、てめえふざけんな考えてきます。うん、もう一瞬でしたね。リエちゃんの子供もそうだし、バズさんの結婚式も、ほんとさ、日が経つのが早いねすぐおばとおか、ほんと日が経つのはほんと早い。だってさ、リノリエイベント1年前、うん、ゴールデンウィークくらいだった、ゴールデンウィークだったような気がするから。え、じゃあ1年以上前、うん、全然あれなくない？だってさ、その時まだ子供いなかったんだよ。まあそうだね。当たり前に。1年後にさ、母になって、私何にも変化してないんだよ。怖い自分が。なんかさ、そうだよね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。で、みーちゃんとさ、11月にさ、うん、めちゃくちゃ飲んだ日もさ、うん、その時はさ、みーちゃん子供いなかったじゃん。うん、マジで怖いんだけど、マジで無理助けた無理すぎる、何にも変わって。毎日毎日ウーバーして。毎日毎日缶チューハイ飲んで。もう嫌だでも元気。でも元気。よかった、めっちゃ元気。結構最近、りのちゃんち最終的に行き着くパターン多いよね。うん、多いね。確かに。みんなでいて、まあ最後うちでいっかってなるよね。でもそれはさ、パートナーが家にいないからね。ああ、まあいつでも行ける。みんなんちさ、結局さ、旦那さんいるじゃん。まあそうだね。だからそれでも私は朝4時までノンアルでいるんだけど、見えちゃった。もう今の。あ、最後までヒデさんのコーヒーで4時までそうなんだけど。でもさ、まあ一応さ、いないからさ、遠慮なく来れる。まあそうだね。それはそうだね。だからなんだかんだでうちになっちゃうからさ。まあでも全然ヒデさんいても来てください。ヒデさん喋りやすいからね。うん、回すもんね。まあ、普通の友達みんなが行っても普通に回す。ありがたい。会話を回す、うん。本当に明るくて優しい旦那さんですよ。本当ですよ。え、で、カレー増えたかな、売り上げ今ので。え、増えましたよね。だって、すごいりのちゃんが美味しそうに食べてくれたし。マジで美味しい。嬉しい、本当に嬉しい。こっからは、ちょっとカレーの人として、うん、もう、どんどんなんかやっていけたらいいですよね。キタリエチャンネルとしては、うんうん。そうだね。はい。別のカレーも食べたいと思った。あ、本当？うん。確かに。
別のカレー結構何種類もありますから、うん、またうちにも食べに行ってほしいですし、この1回で終わらないように、うんうんうん、そうだね、そうなんか続けていけたらな、カレーのことはっていう風に思っているので頑張ります。頑張ってください。はい、ということで今日は本当にありがとうございます。こちらこそありがとう、ありがとうございます。楽しかったです。やばい、このポーズ今もやる。楽しかったです。ありがとうございました。プリクラのやつ